花尾芳郎の音楽魂。はい、という笑いと同時にね始まりました加納志郎の音楽魂、よろしくお願いいたします。今日は5月5日ということで子供の日でありますけどもですね、このビル武蔵小杉タワープレイスもですね一応お休みになっておりますけどもね、ビル自体がねお休みということで、でも音楽魂はお休みありませんからですね、生放送今日も楽しくねやっていきたいと思います。今日のお相手はですね加納志郎と、高橋誠さん、どうもこんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。松下俊美さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はね久しぶりにね僕は大好きなね、ゲストをお迎えしました。道明寺秀樹さん、イエイ、お久しぶりです。ねえ、しばらくですね。お久しぶりです。羽があんなについてるし、羨ましい。いっぱいついてるね。ねえ。なかなか飛べない。飛べないんで。いや、このいでたちを見るとね、彼のやっぱトレードマークっていうか、ね、ネイティブ感、はい、ありますよね。そう、満載でですね、今日はお届けしたいと思います。今日はね、僕プレゼントね、秀樹さんからいただきました。これは何でしょうか？これもう痛みでも何でも聞く、ビワの葉エキスっていうやつです。本当？2年間焼酎につけた、もう素晴らしい。ビワの葉。ビワの葉エキス。へぇー。いわゆるあなたはもうネイティブ派ですからね。そうなんですよ。すごいですよね。加納さんが痛いとこいっぱいあるって聞いたもんね。俺が言い過ぎたかな。いや本当嬉しい。市販の薬なんか使っちゃダメです。本当。これで。なるほどね。薬直してください。あ、だからね、僕もねできるだけ薬、医者にもあんまりかからずにね、今までやってきたので。薬を飲まずになんかそのトレーニングとかやってんのよ、で割と最近ちょっと毛細血管が切れたりなんかしたんで目が切れてちゃって目の毛細血管、本当それがねやっぱ体って正直だからそこ出ちゃうのね、でそれは脳とか心臓に行くとちょっとやばい状態になってて、でそれでね鍛えるようにしたの、ちょっと不精してますけど、それでねあんまりこういろいろね、誠さん見習ってね。何それ。いやいや、誠さんほらね、もう普通のように鍛えてね、この笑顔の裏にはね、辛いことがたくさんある。ないか。一つもないよ。この一つもないよって言い切る高橋誠さんですけどもですね。何が辛いんだろう。いや、これでもね、ビワの葉エキスってね、初めてだけども、試してみます。こういうね、自然のものがいいですよね。そうだよね。ね、うん。飲んでも大丈夫ですから。そうなの？はいはい、口に、口に付けたから。いや、だから。さすがに目はちょっと痛いかもしれんけど。そうだったら。でも目はね、目とかもな治って、あれなんだけども、ちょうど血圧がそんな高くなかったから、救われたんですよね。だからやっぱりね、ちょっともう一回ね、体をちょっと、鍛え直して、うん、で、ちょっといろんなねライブもね少なかったんで、もうガンガン増やしていきますから、ね、おいいね、バンバン増やすからね、もうどこでも歌うからどこでも歌う、安売りするのやめようねみたいな。ということで加納氏の音楽魂ということですけどもね、ファックスかなんか来てますでしょうか、ね、来ましたか、はい、どうぞ。はい、じゃあ松下俊美さんの方からねちょっと、紹介していただきましょう。はい、ミキさんからいただきました。カナオさん、誠さん、としみさん、山田ディレクターこんにちは、そして道明寺さんお帰りなさい。あ、ただいま。前回はテックスさんとの共演だったので、単独で初めての1時間番組ですよね。2回目です。2回目です。1時間になってから楽しみで、楽しみです。いや、最初は30分だったのよ、きっと。30分だったんですよ。そう。テックスさんと前回一緒になったのね。それでね、もう、早くからね、道明寺君からね、依頼があったんだけども、まあ、テックスさんってなかなか日本に来ることがね、そんな多くないのでね、お願いしたのよ。心よくね、道明寺君受けて。あれは1時間じゃなかったんですか？あの時は1時間だったね。1時間だった。だから、じゃあ2回目ね。そう。はいはい。多分今日も気合が入りまくってるんだろうな。気合ですよ。加納さんとの心の叫び声対
オラビ声の掛け合いも楽しみです。もうオラブの俺やめたから、ね、山田ささやくように歌うから。山田ディレクターは I'm dreaming of a white Christmas みたいな、あの要するにああいう甘い声でね、はい、やりたい。なんでクリスマスの歌歌うんだよ。クリスマスだ、うん、はい、どっからだったかな。はい、山田ディレクターは音のバランスが大変かもしれません、うん、さて先週の放送でカナオさんがいまだにジェとゼの使い方が、うん、に悩むようなことを言ってましたが、ね、うん、悩むの確かに福岡では先生を先生、うん、そうそうそう、行くぜ、ね、行くぜを行くぜ行くぜっていうわけ。これは田崎さんの得意技でしたね。発音することがありますが、逆に JA を、うん、JA とか発音すること方も多いんで、 JA をね、本当にわけわからないところがわかんなくなるのよ。 JA だから俺も言ったけども、JA、博多弁でその学校の先生がだってなそれなまってんだからうん、うんうん、でも、だから JA JR 東日本のに感謝しますとか言うんだから、ジャパンはジャパンなの、じゃあ、え、ジャパンはザパンになるの。いや、それはなんないけど、例えば、ゼニガタ平次も、ゼニガタ平次だからね。ゼニだ。ゼニガタ平次が普通なんだよね。JR は ZR？ ZR だよ。ZR。ZR。本当？西日本とかね。そうなんだ。ZR。だから、福岡の、まあ、福岡弁の人と東京の人が、例えば、市が言えないじゃん。日が言えない。日が東京の人はね、うん、だからそれがミックスしたら、うん、JR 東日本全然当たってないよね。一つも当たってない。JR 東日本これそれね、どうなね、地域によってはね、だからいいじゃん。そう、だから分かんなくなるわけ。だから未だにね、だからトムとゼリーとか言ってたからジェリーなんだね。病気だね。トムとゼリー。かわいいでしょ、トムとゼリー。本当にそうなの？なんかでも。いや、言えなくなっちゃうんだよね。冗談だと思ってた。和歌山の人も、ダディドゥでドになるんですよね。え？和歌山？それがあるんだね。へぇー。実でとか言えなくて。え、例えばどういう言葉があるの？学校の先生がね。うん。高校の時に、うん、ゾルとゲルっていう、物理だった。じゃあ、科学。知らんけど。ドルとゲルっていうもん。ドルとゲル。それ先生面白いね。先生それ違います。ゾルって書いてるでしょ、ここに。ドルとゲルと。だって東京の人だって、例えば東をね言えないから辞書でさ調べてね。市で調べた。市業で調べたっていう人がいたんだって。ないないないっつってさ。それ市じゃないですか。もう文字がないよね、頭の中にね。しがしってね、普通ね。そうなんだ。いろいろあるよね。でもすごいね。うん、だ、俺昔はでもね、ラジオとかよく何キャンペーンとかで回って地方のラジオとか出てたの、うん、FM と NHK 必ず。それでゲスト行ってたけど、その時はね、やっぱりね、こう博多弁をこう頭の中で一回標準語にして喋るじゃん。だ、喋るのがすごく嫌だったのよね。今はね、もうそんなこと何にも気にしてないから、うん、時代がやっぱ1980年ぐらいだ、もうその頭ぐらいだったんで、音もそうだけど、洗練されてないとっていう、なんか、あれがあった、思考が。変な思考があったんだね。そうそうそう、だから、レコーディング。洗練されてない。うん、おかしい。だから、まあこんな話ばっかりになったらあれだけど、今日はね、続きあるの、はい、はい。地域によってはそれぞれ読み方がいろいろあると思いますけど、うん、それが面白いんだけど、豊島さんのとこはなんかないんですかね。言葉はないですね。こう読み方はゼはゼだし、四国の。ゼはゼだし、そういうのはないですね。四国、四国、高知ね。今日はリクエストはなしです。道明寺さんの気合ですでに、曲の順番も決めてるかもしれないしね。はい、読まれてます、ね。ということでね、生演奏で早速なんか行きますか。一曲目、お二人のなんかいい感じの。ね、そのギターは何ですか。これはラジオでちょっと、でも動画も撮ってますからね。ドブロモドキですね。ドブロね、そういう重いギターですよね。今日はスライドはやらないんで、とりあえず、はい、これさ、あれだな、あ、ごめん、間違えた、はい、
これ間違えたというのはマイクのセッティングですね。これこれをギターなんで、ギターマイク、4本のマイクをですね、こうあっちこっち、行ったり来たりしてますけどもですね、1曲目何やりますかね。サンダーバード、サンダーバード、サンダーバードジェ、サンダーバードジェ、じゃあ行ってみよう。はい、ワン、ツサンダーバードね、サンダーバードね、これはあれですかね、ZZ トップね、ZZ トップ、まあ基本的にブルースロックっていうかね、はい、やられてますが、今はどんな感じなんですかね、バンドっていう、もう一人でずっとやってます。なるほどね、バンドを解散しちゃったんで。ああそうかそうか、メンバー募集してます。でもなんかその一人でね、僕もね最近考えてることもあるんだけど、歌とギターとっていうのは基本じゃないですか、うん、それ僕も昭和とかで博多のね昭和とかで歌ってる頃は、まあ、弾き語りをやってたんですけど、まあ、当時やっぱ中渕剛君とかね、まあ、いろいろいたんだけども、うん、基本はそうですよね、はい、一人でね、うん、歌とギターでこう表現ができればいい、そう、いい、うん、いいっていうね、うん、でやっぱりバンドでなるとね、その楽しいじゃない、うん、でやっぱりこうサウンドも熱くなるんだけども、はい、結構それに頼ったりする自分があるんですよ。なるほどですね。でバンドでやってたらね、うん、やっぱどうしても一人だと物足りないような感じがするんだけど、うんうん、でも基本的に考えればね、そういう一人でやることもいいかなとかも最近も思ってるんだけども、僕も誠さんにね手伝ってもらったり、まあ司くんにブルースハープ手伝ってもらって、いろんなバンドでやるパターンもね、うん、ありますけども、それぞれがなんか楽しいというかね、そういう感じが最近しますけど、どういうところでやるんですか最近一人で。まあですね、この間は京都でやらせてもらった、はいはい、祇園でやらせてもらったんですけどね、はいはい、これ出ましたか。先宣伝させてもらう。宣伝しますか。このちょっと光る、このですね、うん、岡末広という面白い男がおりましてですね、岡末広さん、はいはいはい、まあ、ライブバーやってるんですけど、うんうん、そこでやらせてもらったんですよ。京都の、はい、京都の祇園にあります。なんていうお店、キーストーン、キーストーン、キーストーン。で
その人が立ち上げた、うん、音楽イベントがオカソニックっていうんですけど、うん、岡さんだからオカソニック、はい、2017最初はこの人一人で立ち上げたんだと思うんですけど、うん、だんだん大きくなってきて、うん、今4年目のイベントになってて、うんうん、9月の16、17に、あ、9月16、17日、はい、あのちょっと先になりますけどですね、私もそこ出させてもらうんですけど、あ、そうですか、はい、これはどういう形であのライブやられるんですか、その町全体がそういう風になるの、そうですね、町全体っていうか、まあ、20箇所ぐらい、ライブハウスとかライブバーとか、うん、全部一斉にやるわけですよ、ね、あ、そういうイベントっていいね、あの湘南台ありますよね、湘南台でしょうっていう、私もあの今回もねお世話になります、誠さんもそうですよね、5月のこれは湘南台でしょうっていう27です土曜日、5月27土曜日ね、うん、うん、それ湘南台でしょうっていうね、そこもね、うん、同じようなイベント、町いろんなね、あのあちこちの、まあ、お店で、まあ、ブルースだったり、うん、いろんな人が、まあ、やるわけですけども、そういうのって増えた方がいいよね、うん、そうね、最高です ね、こういうのが、うん、9月、はい、9月です、うん、これ9月、9月16、17行きましょう、行きましょう、行きましょう、はい、行こう、いや多分 今からだったらもう皆さんだったらいつでも OK だと思います、京都いや俺行くからって言ってくれたら多分 OK です、それで、あ、本当、はいはい、お母さんよろしく、お母さんよろしく、京都もしばらく行ってないからね、京都ね、京都いい女がいたんだよ、あ、失礼しました、聞いてないっす、そっち俺ちょっとなんか最近ねえ、いやらしいことがね、あの綺麗にしてきますんで、ひげをね、ひげを剃ってね、ひげをね生やしたことなかったのよ、でもさ俺白髪がないんだね、うん、あのこのもみあげのとこちょっとあるぐらいで、はい、白髪ないんだけど、ひげがさ、うん、真っ白だったのよ俺びっくりしちゃった自分で、いやもう年取ったんだね、まあそうだよそれはしょうがないよ、伸ばしちゃうと多分カーネルおじさんみたいな、あ、そう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 あのそういうね感じになりましたけども、いかがでしょうか、松下さんあたり、何の話、ヒゲの話、ヒゲヒゲ、なんかでもあのヒゲ生やすとあの人に似てる、誰でしたっけ、サッカーのさ、サッカー、あ、昔俺言われた、あの昼あの日に焼けてて目がクリッとラモスって言われた、ラモス、なんかここら辺ラモスっぽい、ラモス、まああんないい男じゃないですけどもね、モスラぐらいね、ラモス、ノー型のモスラやみたいな、失礼しました、ということでね、今日はドームユージ秀樹さん、この、うん、あのオカソニックも楽しみです ね、オカソニック2017、これは、京都ですね、はい、京都のどういうふう、どこに連絡したらいいのこれ、もう、あ、どうすればいい、9月の16、17日、俺が岡さんに言うときます、あ、いや、はい、っていうかそのお客さんとかは、お客さんとかは どこに、それが自分たちでそのチケットを売る、売ったらそれ分全部チャージバックされるっていう、そういう楽しい、ね、これがまた、あ、そういうことね、それも面白いよね、湘南台でショーの時はどうなるの、あれ、あのなんかチケットかなんかあるの、チケットがある、それチケット買えば、いろんな、一日中回れるんだよね。そうそうそう、多分そうだったと思う。そういう感じかな。あ、ええかげなこと言えないな。それチャリティーにね、なるんだけども、それ、俺詳しい、あれ、また情報が入ったらね、ご紹介します。ね、まだちょっと僕も、はい、あの、あれして、体ばっかり鍛えて、ふわふわして。いや、俺同級生がさ、トライアスロンとかやってるのよ、62で。それもいるし、サーフィンやってる人もいるし、はいはいはい、でやっぱ運動部の同級生だったから、それはさ、もうすごい頑張ってんだよ。あ、そう。1日だって腕立て700回とかやってるから。すごい。700回だよ。だから、とりあえず俺100回から始めたから。あ、そう。だから回数じゃないんだよね。回数じゃない。本当はね。だからね、ちょっとね、鍛え直す感じでね、やりますけども。ドミューさん、なんか自分でやってますかね、体に対しては。体に対してですか、うん、やっぱでも、もしてないです。でも、なんかやっぱ自然派だから、そういう、あれでしょ、自然なものを食べるとか。走ったりはしますけど。走るの？走る。
本当最近犬と一緒に走るのが好きなんです。ああそうかそうかそうか、うん、俺もねたまに、まあ、あの横浜の頃は猫と一緒に走ったりなんかして猫が言うこと聞かんからさもう、ね、ガン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 もうあのあちこち怪我って暴れおったりするんだよねまあいいけど、やっぱそれぞれねやっぱ健康でいるためにはなんかね、うん、あのそれなりのあれ ねあの体を鍛える方法がいいかもしれない、うん、俺あのあれ知ってる、あのそんな話ばっかりになって申し訳、健康の話ばっかり申し訳ないんですけど不健康の金目白がね、あのねあの毛細血管って増えるんだよ、え知らなくて、増える毛細血管が増えるって知らなくて、だからその手の指先とかをね、うんうん、こうちょっと強めにマッサージするとか耳引っ張るとか、うん、そういうのでいや増える、増えてくるんだって、俺増えないと思ったら諦めて、ね、だいぶね昔って言われてたことと違ってきてるよ。だって脳細胞だって増えてるんだ。あ、そうなの、そうなの、うん、常に新しくなってるんだ。あ、そうだよね、俺はもう消えていくもんだと思って、違うんだ、ね、昔はそう言われてたじゃない、違うんだ、もうどん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 ニューロンも新しくなってるし、そうでしょ、細胞も増えていくんだ、ねえ、だからウサギ飛びしちゃダメだっていうね、あの今言われるけど俺ウサギ飛びばっかりしてたからねあれがいいかと思ってウサギ飛び昔、いや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 、今はしてないけど運動の時はねっていうね話ばっかりになりましたけども、はい、なんかちょっとじゃあ、もう一曲いきましょう。道明寺秀樹さんですけどもね、素敵な、2年前にここに出させてもらった時にいただいたリクエストにようやく答えるっちゅう。そうなんだ。へえ、そうなんだ。よく覚えてたね。できなかった。へえ、そう、もうね、なんか律儀な人間だなよ、この。律儀なネイティブ。律儀なネイティブだ。聞いてくれてるかどうか分かんないですけどね。いや、おそらくね、そういう人ってすごい喜ぶと思うよね。聞いててほしいね。道明寺ってうるさいやつばっかり、うるさいのばっかりだと思ってられるのでちょっと悔しいんです、ね、今日たまにはちょっとバラードをやりたい。いいですね、バラードいきますか、しっとりと。はい、タイトルは何でしょうか。ムーンライト。ムーンライト。The timeSeems to have come I'm proud of the time being with you This lonelinessCouldn't be the sunshine I wanna be a moonlight Let me go out of you I'm gonna be your moonlight Even when it's coveredI wanna light up your smile Let me go out of you I'm gonna be your moonlight So that you don't lose your wayI'll never leave all the things you've
感じじゃないでしょうかね。これあの聞きの皆様、今初めてね、あの、富吉秀樹さんと高橋誠さんがもうやったわけですよね。リハーサルとかねする時間もなくね、世間話ばっかりして、これ素晴らしい感じがね、もうその場で できるっていうのはね、すごいよね。でも誠ちゃんのギター気持ちがいいでしょ。どうですか、富吉さん。最高なんですよ、ね、本当に、ね、こうやってね、すぐこうやってこうできる人っていうのはすごいよね。その場に雰囲気に合わせてっていうね。そうなんですよ。なかなかね、あの尊上そこらのガキじゃできないよ、ね、失礼しましたね、どうでしょうか。はいはい、天才的だ。天才、もう本当に誠ちゃん天才でしょ、はい、音で。ちょっとやめてくださいそれ。天才です。もう褒め殺しの松下としみっていうね。ということでね、今日もね、この、模様を映像で撮ってくれてますね、キキさん、いつもありがとう。すみません、おそらくね、生放送をね、お聞きになれなかった方々っていうのがね、やっぱりこういう映像でね、後でね、ご覧になれるっていうことは素晴らしいと思うし、特に海外の方がね、最近楽しみにしていただいて、ててね、いろんなスペインにしてもね、ロンドンとかアメリカ、フィリピンで、スイス、いろんなねところの方がね、聞いていただいたりしていらっしゃるね、もうすごく良、はい、かったと思ってますけども、世界に向けて、世界に向けてですね、今日道明寺秀樹さん ね、おいでいただいてますけども。今後のそのライブっていうか、ライフスタイルというか、ライフスタイル、どういう感じですかね。まあ、最終的には、農業をやりたいんですけど。あ、やっぱりね。本当ね。本当。一生懸命、いろんな人に教えてもらいながらね。僕のね、友達もね、ちょっと田舎の方に住んでて、まあ、大豆作ったりとか、まあ、っていうことは、お味噌作ったりとかもするんだけども、まあ、自分の、まあ、自給自足というかね、そういうことをしてる友達、まあ、結構たくさんいるんですけど、やっぱり、そういうふうな形ができると一番いいけどね。自分の飯ぐらい自分で作らんとね、やっぱり。なるほどね。薬もそうですけどね。自然のものいいね、ナチュラルに、ナチュラルがいいのかもね。でも普通に自然にあるものが、例えばそのお米だったりとか、
野菜だったりとかっていうのが美味しいことが一番贅沢だよね。そうだそう今はね。ね、うん、だからなんかこう東京だったらお金払えば何でもあるんだけど、うん、そのまあレストラン行ってもねどこの食事でもあるじゃないですか、うんうんまあ、築地全部そういうのも集まるし、うん、でも普通になんか食べるもんが安くて美味しいっていうかね、うん、そういう僕も田舎ね福岡で育ってやっぱり魚とかも美味しかったし野菜も美味しかったしねそういうのもう一回ねなんかねちょっと 見直してまあ僕はあんまこだわってないですけど、うん、何でも食べるんですけどであそこのものを食べちゃいけないっていうなんかよくマスコミで言い始めるじゃん、うん、バナナがバナナどこどこさんのバナナがあれとかどこどこさんのあれ食べないっていうとみんな食べなくなるから安くなるから俺絶対買いに行くのよちょっとひねくれてるんですかね僕はまあそれぞれねいろんな生き方がいいと思いますいやだからでも欲を言うとそういうなんか自分の食べるものを自分で作るとかそういうの、うん、基本かもしれない。それやりたいんだけどね俺はね、うん、俺はね草が育たないなんかそういう波動が出てるみたい あのね波動それはね草が負けてんのよまこちゃんにそうなの、うん、俺ね一回育たなかったことあったんだけど、うんうんうん、横浜の頃木があったのね、うん、桜の木とか家に、うんうん、松の木まであったからね、うん、でちっちゃな庭だったけど庭があって、うん、で植物育てるじゃん、うん、どうしても育たない時あるのよね、うんうん、そうなのうん、でもね急に、うん、アボカドがね、うん、2メートルぐらいになったのよ植えて、うんうん、で例えば150円ぐらいで買ってきた、うんうん、その昔まだ六本木に30年ぐらい前に住んでて、うんうん、それそのテーブルヤシが、うん5つぐらい株分けして、うん、今もう全て、うん、2メートルぐらいになったのよ。そういう育つものもあるんだよね。うん、だからその波動がまこちゃんが強すぎるからよそういうことかそういう時があるよ。私もサボテンカラスタイプやっぱり無理強いもんね。強い全滅全滅だ。いやだからねやっぱりねその花と植物と共に生きるとか、うん、そういう気持ちにならないとダメみたいよ。そうだね。だから俺はそうしたいんだけどさ。いやだから向こうから拒否されてんだよ。ああ嬉しい。失礼しました。なんかじゃあリクエスト来てますか。かなおさん、まことさん、としみさん、はい、山田さんこんにちは。暖かい金曜日日を浴びて喜ぶバンビの目のようなかなおさんにバンビになっちゃったね。ねえひげ面バンビ、筑豊ブルースをリクエストいたします。よろしくお願いいたしますということですけどもね。ちょっと3万円来てますよ。3万円も来ましたね。1人1万円引き換え券これね。3万円もそうそう引き換え券、いやこれね投げ銭って面白くてこうやって、来るんだけど佐藤さんの経済状況が出てんのよ。だから3000円とかっていうのはあるんだから、うん、最近はかなり潤ってる。結構 ね潤ってるっていうことになるかな、うん、ということでちょっとやってみますかね。もう初めてだけどなんかやりますか。やりますか。コードわかる。まあそれは適当に。いいっす。適当だね。失礼しました。朝のない夜はない、叶わない夢はない、そう信じて生きてきた。絶望のどん底からいつか日が差し込むさ、いつもそう信じて生きてきた。人は今日も週末を迎え
そう人たちも手を握る日が来るさいつもそう信じて生きてきた悲しみの後に来る喜びを手に入れるいつもそう信じてここまで来た ということで、金尾芳郎筑豊ブルースお届けしましたけどもですね、楽しかったですね。なんかね、もう楽しいことをやればなんかこうね、笑っていればね、なんかいいことが起きます。やっぱそうですよね。いいことをやっぱりね、不平不満ばっかりの毎日だったからね、俺30年ぐらい。不平不満言えば言うほどそれが寄ってくるよね。寄ってくるよね。やっと最近分かりだした。素晴らしい。ね、本当に。いや、ほら、自分が苦手だなっていう人はおそらくその人も苦手なわけでね。そうだよね。うん。そういうふうにあるからね。まあ、お利口さんになりたくはないけども、この年になって。うんうん、そろそろなった なった方がいいか。もうそろそろね、もうそろそろなりましょうよみたいなさ、もう戦うのやめましょうよって真子さんが言われるんですけど、まあ今から先はね、自分との戦いっていうことになりますかね。という、今日この頃でありますけども、今日のお客様はですね、道明寺秀樹さん、久しぶりにね、お見えになってますけどもですね、あなたでもそういう、そういうこう、ちょっとネイティブ系の、こう、あれ、アクセサリーあるじゃないですか。俺、そういうのものすごい欲しいんだけど、あれ、自分で作るの、それ。作ってます。作ってるね。マジで？かっこいいね。へぇー。羽とかすぐボロボロになっちゃう。そう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 。ライブしてると。うん。だから、羽の手入れとかする？はい。その場でこう、修理して。本当？俺もさ、そう、うん、結構そういうの好きなんだけど、だってもうあなたが来るっていうことになると、俺、チャチなやつつけてきたらさ、貧弱なわけよ。だからつけらんないんだもん。いやいや。俺一回、ペルーっていうか、ペルーじゃない、
ほらあのそういう国の人たちとライブをやったことあって、うんうん、本物のなんかあのこう羽をつけた、はいはいはい、あの笛あの木の笛とかあるじゃない、はい、あそう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 、うん、その人たちと一回やったことあるわけよ、うん、そのものすごいいいね、うん、あのこう被り物してたわけ、うんはいはい、で楽屋で一緒でさこれちょっとくれっつったら絶対くれないのあれ。一個ちょうだい、あの本当にね、うん、その本番もんだから、うん、それかぶってやるわけよ、うん、踊りながら歌うのよ、はいはい、あれそのネイティブで顔はさ、うん、同じような顔してんだよ俺と、うん、でも俺ネイティブアメリカンとかあの、うん、なんかその本を一回もらって、うん、それ読んでたら写真がいっぱい出てくるんじゃん、うん、州長とかの、うん、いや州長の写真とか出るんだけど俺ほんとその中にいたんだよ自分が州長の数族に、ねはい、数族にいたんだよ州長見たことあるような気がしてた。あでもなんだろう民族的には同じでルーツ的には、ね、まあルーツはね、うん、そうかもしれないよね、うん俺もいるよいるよね真子さんもいると思う、まあ、いるいる絶対いると思うねどっかの州長同士州長の州長の息子同士音楽魂州長編って州長何合わせた州長のバカ息子だよ本当にね子供の日っていうかねあのこういう感じでね子供の日すいませんね昔あったじゃん屋根より高い鯉のぼりをさ、はいうん、そうそうギャラより高い交通費、はい、ギャラより高い交通費ってね真っ赤なことばっかり言ってるよね夢はない子供の日です子供の日だからねうちらの日だねもううちらの日でしょうちらの日嬉しくてしょうがない、ねうん、ということでねドミューさんねあの、はい、ちょっとまたね生演奏今日は、はい、あのやっていただいてますけどもね、はい、いやさっきのその、バラード何でしたっけライムーンライ ト, ライト、はい、あれも素晴らしいよね、うんうん、いや最後ちょっと悔しかったんですけど なんで歌詞一個間違えたあそう歌詞を間違えた書いてるのに間違えたあそれ書くからよそうまだ目が見えるでしょ、ま、俺見えないからあのね歌詞見ながらやんないから歌詞書いてても見えないんだからそうそう覚えたつもりでも覚えたつもりで歌詞見ながらやると間違える間違えるのだから歌詞はねあのいいよあの間違えてもいいんだよ、うん、ライブだからそうそう間違えても全然よくて俺自分で作るからね全然関係ない言葉を、はいはい、俺何歌ってんだろうと歌詞が出てこないくらいあるじゃんね一行ぐらい全然違う言葉つで知ってる人はさ、うん本当にいい加減だなとか思うと思うよでもね下手に見えるからダメなんだよそう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 俺歌詞カード見えないもん全然だから全然見えないよねいいだから見えないからっつって、うんうん、一文字をさ、うん、4センチぐらいの文字で一文字ずつ書いてる人がいたのよそんなにしなくてちょっと言えないんだけど、ね、その、うん、あの女性のベテランその人のライブ行った時に一文字が 4センチぐらいあるんだよねその歌詞カードを見ながらやってんだけど横から俺見てたらさいやーこれは苦労するわってどんどんめくなきゃいけないからそうだよねめくる回数すごいよねだからそれだったらお前覚えた方が早いよねうん、そう脳細胞増えていくから大丈夫どうやったら増えるのかな、うん、俺も最近だから頭使えば増えるようにだってできてる脳細胞使わないと一緒だからダメなんだね、うん、そこ鍛えればいいんだよね、うん、頭だから俺とりあえず脳細胞を増やすための、うん、あの頭は使わないから、うん、頭は使わない人体を使っても脳細胞増えるらしいでしょ、うん、筋肉を鍛えると、ね、そうそうそうするとねなんかね顔がスッキリするのよで今度ねあの音楽の話で教えます顔がねもう俺がちょっとしたらね30分で小顔になる方法30分で小顔になる、うん、あそれ知りたい小顔になるよ、うん、ちょっと俺教えようもうこれ何年も知ってるもうそういうのいっぱい知ってるから俺何やってんの音楽魂とか何やってんのギター練習しないでギターの練習しなきゃいけないんだよはいすいません、ということでねちょっと決まりましたけどもね最近高橋真子さんもねもうボーンと俺に言ってきますから
そうよ、その弱みにつけ込みやがってみたいな。デミニッシュ覚えろよって。やかましい。いいんだよ、デミニッシュなくても。スリーコードしとったらもう曲ができるんだから。ということで、デミニッシュさん、今日じゃあ何かやりますか。はい、元気のいい曲、もう一曲いき、うん、何しましょう。ロックンロール、ロックンロール、はい、おお、これオリジナルじゃない。オリジナルじゃないです。あ、本当、ロックンロール、いっぱいいろんな人がカバーしてます。あ、なるほどね。ルーズ90、1、2、ということでですね、今日は道明寺秀樹さん、ご機嫌なロックンロールですよね。もともとあれ、その日本の曲とかそういうのあんまり好きじゃなかったの。全然知らないんですよ、私。本当、はい、あのテレビ注文が山本リンダの時代ぐらいまでなんですよね。あそこからあのテレビのない生活が始まる。あ、真子さんもそうだよね。そう、僕もほとんどテレビ見ないしね。なんかでもさ、物足りないんじゃないかなっていう、最近テレビが、うん、ちょっとあんまり、うん、なんかこうニュースとかも見てたんだけど、うん、最近あんまりそれも見なくなっちゃったね、うん、なんだろうね、なんていうかな、もうずっと朝から晩まで同じことやってんじゃん。一つのことをね。そう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 。うん、だからなんかさ、それもさ、うん、なんだろうかなとか思ってね。うん、でもなんか、うん、まあ、割とお笑い系の方々とかね、出てて、あんまり俺笑えないんでね。笑えない。ちょ、わかんないんですよ。笑いなのに。そう、笑えない。でも全然わかんなくて。なんか面白いかよくわかんないんだよね。どこが面白いんだろう、ね。そうそう、そういう時あるよね。落語とか聞くんだけど。うんうん、だから夜の番組って割とほら、うん、
あの可愛いお嬢さんたちが出てね、お笑いの方と一緒になんかこう、うん、やってたりなんかするんだけど、うんうん、あんまりなんかピンとこないんだよね、全然見なくなっちゃったね。まあそういう失礼しました。つまんない男、本当面白みがない男やね俺も。で不良中年のじゃあ集まったということでね、進めますか。不良中年進めましょう。進めましょうよ。で、あのちょっとマイク一つ松田さん、それ後で書いてコーラスお願いいたします。ボーンと入っていいよ松田さん。遠慮しないでコーラス。不遠慮。不良中年行きましょうか。アバン、トゥ、ピー、フォー。ということで、金吉郎不良中年のすすめをお届けしました。子どもの日のね5月5日楽しい、番組でした。ドミュー秀樹さんありがとうございました。またねお会いしましょう。また来させてください。ぜひね。高橋真子さんありがとうございました。松下としみさんお疲れ様でした。あきさんもどうもありがとうございました。ありがとうございます。またね来週お会いいたしましょう。来週のゲストはですね、来週はね、いや、ちょっとね、秘密。あ、秘密？うん、あの、一応金玉なんだけども秘密のアコちゃん、秘密にしときましょう。はい。See you next time! また来週お会いいたしましょう。幻を見たんだ、後ろ姿優しい、あの人は今はない。
きさ無口の山に見る季節は巡り色を変える街 Ah, Riverside, my hometown 今また生まれ変わるさ日は祭りがある懐かしき友がいる忘れかけてた思いが体に染み渡る熱き心が好きさ